最近は山を買ったり庭を基地にするみたいな人も増えてきたと思います。そこでトイレは結構ね重要なポイントなので、僕の秘密基地のトイレについて詳しく解説します。トイレは大きく分けると3つあります。1つ目は最近のもうほとんどの人が使用している水洗トイレです。もう流したら綺麗にしてそのまま流れていくみたいなタイプです。で、2つ目が汲み取り式です。昔はゴットン便所みたいに溜まったら汲み取りに来てもらうっていうタイプも結構あったらしいんですけど、もうだいぶ減りました。イベントとか工事現場とか下水がないところでトイレする場合は今でも汲み取り式の仮設トイレが主流になってます。最後に3つ目がコンポストトイレです。簡単に言うとね、もう自然に返そうみたいな感じでいろいろなものを混ぜることによって匂いも消えてそのまま肥料になる、自然に返るみたいなのもあって、これもちらほらですが少しずつ増えてきました。で、僕の秘密基地は2つ目の仮設トイレです。まあ、でもねだいぶ昔のやつでもう結構汚れてて、まあ、匂いもちょっときつかったりして、まあ、トイレは本当これからどうしていこうかめちゃくちゃ悩んでました。まあ、いつかはねこの下水とか浄水槽みたいなのも入れてトイレを作るとか目標はありますけど、まあ、まだ毎日秘密基地にいるわけではないので、この辺はね、まあ、この予算との関係でめちゃくちゃ悩んでました。ここで今回は浜熱さんがトイレを提供してくれるということでご紹介します。これはねもうみんなに見てほしいんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。仮設イコール汚いっていうイメージじゃなくなってきてるんだなと思いました。ということで早速設置していきます。トイレ DIY スタート。こちらが仮設トイレです。高さが約 2.5 メートルで、幅が約85センチ、奥行きが約 1.5 メートルほどあります。こちらはトラックで届けてもらいました。ここが給水口ですね。で、ここに水を入れると。きれい。で、ここが汲み取り口か。これからない一番綺麗な時です。で、ここに溜まってってここで汲み取ると。いやかっこいいな。じゃあ早速開けていきます。うおぉめっちゃ綺麗。すごいな。これね、土足のまま入りたくないですね。なるほど。こうやってやるんですか。電気をね、引っ張って線をつなげることもできるみたいなんですけど、最初の方は電池でとりあえず使ってみたいと思います。綺麗さを保ち続けたいですね。なんで、まあ、土足で入れる方が楽なんですけど、その靴ごと履けるスリッパを導入するか、この下に下駄箱みたいな作ってここで靴脱いでスリッパに履き替えて使うか、そっちの方がいいと思います。とりあえず数ヶ月はその方法でやってみたいと思います。じゃあ早速ここ固定していきたいと思います。固定方法はこのボルトから紐を引っ張って貼るだけです。はい、コメリで買ってきたので早速固定していきます。ここで刺しながらここでも刺せるんで二重で固定できます。
ロープはハサミでカットして、切れ目はライターとかで炙ってほぐれにくくします。じゃじゃん。このポンプから引っ張ってる水なんでね、まあ、少量なんですけど、とりあえずこのまま置いておきます、はい、特に気になってたこちらを投入してみたいと思います。匂いも虫も出ないトイレというやつで、いわゆる仮設トイレあるあるの匂いの臭くなるというのを防ぐものです。もともとね、臭いところを投入してこのアンモニアを微生物かなんかで分解してみたいなのは使ったことあるんですけど、一回使ってもやっぱりね、匂いは出ちゃうんですよね。これはトイレを使用してから使うんじゃなくて、使用前、先にあのタンクに入れるタイプです。匂いを消すというより臭くなる成分になる前に先に防ぐタイプらしくて、めちゃくちゃ気になってました。しかも毎回入れなくてもよくて、給水のタンクを満杯にしたらこれを1袋、汲み取りの方は先に3袋入れて、いっぱいになったら汲み取りに来てもらってまた3袋入れる感じです。なので僕みたいにこの仮設トイレを前に使わないよって方は、数ヶ月、1年近く追加なしでやっていけます。給水タンクの方はなくなったらまた入れる感じになります。では早速トイレを使う前に入れていきます。こっちに1、こっちに3です。匂いがする、これベンチに。新しいんでね、全然奥まで突っ込める。だいぶいっぱいになってきた。やっぱりね、ここがちょっと汚いんで、靴で入るのはすぐ汚れちゃうと思う。ここに靴がね、脱げるようなスペースみたいなのも作りたいと思います。とりあえずパレットが余ってるんで、とりあえずパレット台置きます。こう見るとね、だいぶ変なね、引っ張り方なんですけど、まあ、こっから真下とかにやってもあんまりこの引っ張る力として強度は出ないので、なるべくこう傾斜をつけるようにしました。一応ね、ここは車が通ったりするスペースなので、そこの場所と、まあ、邪魔にならない場所、あと今後なんかあっちもいろいろ作る予定あるんですけど、ここも邪魔にならない場所で、なんか高いところからつなげてみました。まあね、台風とか来たらどうなるかわかんないんですけど、この辺もまたレビューしていきたいと思います。下も水平にしたんでしっかり安定もしてます。じゃあ早速入っていきます。あれはね、センサーでつくみたいです。後で電池も入れてみます。ピッカピカやん。絶対この綺麗さを保ちます。見ててください、数ヶ月後もこの綺麗さを保つんで。トイレしたんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。今のところ匂いは全くないです。まあ、これはね、どのトイレでも1回しただけなんで匂いはないと思うんですけど、この匂いが出ないやつも何回か使ってみて、本当に匂いがないのかまたレビューしていきたいと思います。今のところはもう完璧に大満足です。もうトイレもね、ほんと綺麗で、浜根さん本当にありがとうございます。浜根さんがこうやって提供してくれたおかげで、よりここが野外基地というか秘密基地のなんかレベルも上がって、こういう提供してもらってスポンサーしてもらったことを視聴者の方とかが車中泊できるように僕も還元していけたらなと思ってるんで、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、
最後までご視聴ありがとうございます。今回はあまり普段触れてこなかったトイレのお話でした。今回紹介したトイレ以外にもバネッツさんはめちゃくちゃ綺麗なトイレが何個かあって、仮設トイレとはとちょっと考えさせられるので、ホームページのリンクも載せておきます。ぜひホームページの方も見てみてください。トイレがねだいぶ綺麗になったので、少しずつ人が集まれるような空間を目指して頑張ります。今回紹介したハマネッツさんの仮設トイレのリンクも概要欄に貼っておきます。今後も長い間本当に匂いが出ないのか、匂いも虫も出ないトイレの方も数ヶ月後にまた検証してみたいと思います。秘密基地のこの隣のスペースもほんとゆっくりですが開拓が進んでます。うちの方もね近々動画できたらと思っているので、もう少しお待ちください。自分の理想やりたいことをゆっくりですがコツコツ細長く頑張ります。